家創生だと。国を守るべき帝ともあろう者が何たる推挙、悪だ。長政様、それじゃあ。我ら浅井軍、兄者と共に悪を討つ。そうと決まれば一、急ぎ出陣の準備。長政、一応言っておくけれど、浅井家は義時の味方よ。おお、あれ、何？わざわざ義時の敵に回る理由なんてないもの。これから忙しくなるわね。何を勝手な。待て、待つのだ姉上。兄様。鹿之助の姿が見当たらないようだが。うふふふふ、こそこそ。来たな。僕は天子重勇士見習い山中鹿之助。この砂が、あれなんだっけ。ビビるんじゃない鹿之助。宮津さんがいなくたって僕だけで家族の一人や二人。正義の使徒よ、鎧を忘れるとは不注意に過ぎよう。これぞ聖戦だ。悔いを残さぬよう来るがよい。天子春久、この名に聞き覚えはない。とは言わせませんよ。下手になりがち。無様ね。もっと華麗に舞い舞う今の様子。僕の推理が正しければ、このままだととんでもない。私とてもはや姉上の影に隠れるばかりではない。何か言った。砂金に鍛え上げられし、この強靭なる足腰を見よ。魔の人などいない。
鹿之助のやつはどうした？今、おやつさんが看病中です。みんな向かってるのに無茶しやがって。膝はつかぬぞ、武蔵坊弁慶のごとく。小僧だ。よし、悪だな。みんな安心してください。ハル様は僕が必ず見つけ出しますから。ああ、それにしても先ほどの少年は一体何だった？おやっさんすら寄せつけない危険区域、そこがそうだ。ヒルムマント、ヒルメは爪と牙のエッチなはず。卵は砂と共に育った。我らの自由はここにある。織田と足利、両方が味方してくれたらいいのに。対抗！邪念を失せろ！私はマドックなどいない。なるほど、こう落とせばよかったのか。でも、ハル様は譲って。さっき、鹿を見たような気がしたんだけど、こんなところにいるはずないよな。究極まで高まれ、俺のコスだよ。あの方にとってみれば、勝も投票も大差あるまい。こんな生倉刀で太刀打ちしようにも。
気になるな。この私の異様を見習え。欲するなとは言わない。なんだ、砂の壁の位置が変わっている。どけどけ、俺の逃げ道を開けろ。飛んでやるのさ、俺たちの砂の世界に。進撃の時が訪れたか。では行こう。イナロシェルを進め。断りの戦たち、大人に近づき、あ、主人か。悪を殲滅せよ。雲の子を散らすようにだ。悪い夢だ。放てばわかるような気がする。あれざま発見。え、どこ、総大将に。なんと思い通りにいかぬことか。ああ、よく寝た。おやさん、なんでそんな怖い顔して。これはこってり絞られるぞ。おやさん、ほどほどにな。よかったね、生マサ様を傷つける前に死ねて。この状況を打破する策を削れば、それがしも。Yeah!
王政、まこと途方もない話だ。様がみんなを働かせろってごめんね。仰せのままに。拙者にお任せあれ。ああ、僕負けちゃったんすね、あっという間に。重油脂も残りわずか。もう一押しですぞ。あんたが正義で俺たちが悪か。結局味方次第だぜ。ああ、すいません、親さん。一人で勝手に出撃しちゃったりして。手の角度と視線が甘かったか。何やってんだ、畜生バロー。仮にビキを手にしたとして、あれが弟か。厳しいな。では敵方にて白い旗が不足してしまいますな。すみません。すぐに体勢を整え舞い戻りますゆえ。正確に何があっても美人なら俺は許しちゃう。姉上をもうならせるような活躍に期待するぞ。はい。邪悪な息吹はまだ散れていない。進め、手柄は早い者勝ちだ。
私は先に行かねばならぬ。ゆえ貴殿は悪。国を守るためのこのような命惜しくはない。このままこともなく済めばよいのだが。この戦絶対勝とうぜ。なら、みんな勢いよ。そう生き急がずともよかろうに。っていうのは正義なんだよ。ああ。でも僕、早くみんなに認めてもらいたくて、おやっさんに頼らなくても戦えるんだって。あのつぶらな瞳、やっぱ絶対いたよ。しか。今こそこの手で武功を立てねば。己が将兵を死に追いやるとは紛れもなく悪。俺たちも砂の無限郷へと消えていくのか。今度こそ僕たちの出番っすね。よし、行きましょう、おやつさん。ちょっと待ってください。おやつさん、おつの拝着。山中鹿之助、操作開始。おやっさんと一緒なら一人前以上に戦えるんだ。おお、どうしよう、久しいな。どうだ、浅井連射入りの決心はついたか。その、おやさんの席もあるならもう少し検討しますよ。へい、なぜ私がこうも板挟まれねばならんのだ。お前はまだ若い、焦る必要はない。連泊でもいい、託
くましく成長しろ。わかりました、おやさん。それ絶頂拳、絶頂拳。地面に文字らしきものが、まさかホワル様への手がかり。おやさん、一つ聞いてもいいですか。おやさんの角はどうして取れるんですか。どうしたどうした。絶好調。まさかあなた、目撃者を一人残らず始末するつもりでは。誤解なきように言っておこう。私は三下などではない。危なくなったら、おやさんだけでも逃げてくださいよ。しかも歩けば下手人に当たるか。いやいや、近いっすね、おやさん。もし思う通りに旗を上げられたならば、どんなにか。ひとかけらがいい。何か手がかりを。さんをチラチラ見るんです。怪しい。頑張れ少年。敵応援してどうすんだ俺。思い通りにいかぬ雲、その身で味わうがよい。おやさんはそこらにいる鹿じゃない。角が取り外しできる途方もない鹿だ。神様、春様、仏様、未熟な僕に力を。お願いします。お願いします。見習いなりの戦い方がある。ですよね、おやさん。家臣にあれだけ思われて、ハルキシャ様も過保護のよ。己を誇らぬ道行きなど、死んでいるのと同じではないか。長政様、お願い、位置を盾として使って。バカを言うな、位置。私の正義は貴様を守るために存在するのだ。もう疲れたね。誰かを助け、苦を除く、そういうものに私はなりたい。ある、おやさ、わかったっす。下手人の正体は。ありがとう。見出したこの正義、決して手放しはしない。姉上、一加速せよ。
私はここにいるぞ。どういうつもりだ。よしてそう、ほらこわら、あ、あ、生甘さ、青は逃走を許してはいない模様。佐賀で祭りをやってるそうですよ。こっよっおっ、これはそれ、あ、それ、おっとっとっと、いや、どうした？これ一つ、もう一つ、あっ、豊臣を追われた砂人が今なお逃亡を続けているとだ。はあ、いいお茶だ。いいお手前じゃねえか、侘び助。沢山城は少数の、はいっと、ああ吹いてるね。遊んでる場合じゃないよ。お尋ね者発生。